ルーツ007、人間のルーツその7、ネアンデルタール人。いや、これをある程度ですね、人間のルーツということをご存知の方は、えっていう感じがすると思うんですね。前回、恐竜が絶滅して、哺乳動物が出てきたところをやりました。哺乳動物が出てきて、それが大体、6000万年ぐらい前なんですけど、そこから少しずつ進歩をして、人間が登場してくるのが550万年なんですね。まあ、猿から二足歩行の人間がですね、いよいよ550万年前だと言われてるんですが、その頃出てくる。それこそが人間のルーツだと、まあ、いうふうに普通はやるんですけども、私はそうではないと思ってるんですね。人間のルーツというのはやっぱりですね、地球の始まりであり、生物の始まりであり、それから多細胞生物の出現であり、恐竜の絶滅であり、そしてそれを背負った、まあ、人間なわけです。で、これはこの2、3回後にですね、より詳しく説明をしたいと思うんですね。実は人間というものを理解するためのこのルーツということになりますとですね、人間が猿から変化したというのはルーツというほど重要ではないと私は思ってるわけですね。というのは、その我々が人間というものをそのどうやって生まれてきたかということを理解するための、まあ、理解する目的はですね、人間というものをよりよく知るということなわけですね。そのよりよく知るということは何なのか、我々が今やっていることはですね、一体何なのかということを理解することがですね、まあ、非常に重要なわけですので、まあ、そういう点ではですね、私は、猿から人間への変化の本当のこの普通でいう人間のルーツをわざとカットいたしまして、まあ、ネアンデルタール人のところまで来てから現代人類ですね、ホモエレクトルスからホモサピエンスへ変わった、そこをですね、ここでやることにいたします。人間は550万年に、つまり恐竜が絶滅したのが6000万年前、それから、まあ、10分の9つの時間がかかって500万年ぐらい前ぐらいになって人間が登場するわけですね。それからさらに、いろんな人類が少しずつ進歩していきます。まあ、その途中はどうだったのかって言いますと、ちょうど100万年ぐらい前からですね、この図にありますように、まあ、12万年ごとに規則的に暖かくなったり寒くなったりする気候を繰り返すわけですね。これは40万年ちょっと前からですが、43万年ぐらいの時暖かかったんですね、現在ぐらい。それがずっと寒くなりまして、氷期に入ります。これは氷河期と言わずに氷期と言うんですけども、氷の期と書いてですね、氷期と読むんですが、氷期に入りまして。それが今度は35万年ぐらい前に、再び温暖化します。大体温暖化するときはピューッと温暖化して、で少しずつ少しずつ寒くなる。またピューッと温暖化して少しずつ少しずつ寒くなる。で、今から14万年ぐらい前、ピューッと暖かくなりまして、そこで、この地球上に登場したのが、実はネアンデルタール人、我々の一つ前の人類であります。それまで人類といっても猿みたいなもんだったんですけども、まあ、ネアンデルタール人になってやっとですね、つまり今から14万年ぐらい前になって、やっといわゆる今言っている人間としての心、優しさ、悲しさというのが具体的な形で出てくるわけですね。もちろん猿でも優しさ、悲しさはあるんですよ。あるんですけども、まあ、猿も悲しい顔をしたり、喜んだりしますけども、それが形になって残るほどじゃないんですね。ところがネアンデルタール人になりますと、形になって残ります。平均寿命は18歳ぐらいだったと、まあ、考えられるわけですが、なんでそれがわかるかっていうと、お墓を作るようになるんですね。やっぱり人の死というものに対して、特段の配慮をするようになります。まあ、猿がいかに優れてると言っても、猿のお墓っていうのはないんですよね。だから、まあ、猿の頭脳っていうのは、お墓を作るほどではなかったと、まあ、こういうふうに言えるわけですね。まあ、それに対して、まあ、ネアンデルタール人、お墓を作ります。
そこに骨をですね、死体を埋めるんですけど、体を屈曲させましてですね、横に向かせて寝せます。そしてそこに花を手向けるんですね。ですから、ネアンデルタール人の墓が見つかりますと、屈曲して膝を抱いたような形の骨と近くに花の残骸が見えるということになりますね。まあ、人間の心を持ったものが出てきて、ネアンデルタール人の頭脳もかなり発達しておりました。しかしそのネアンデルタール人も14万年から前から13万年前ぐらいにかけて暖かい時期がありまして、その時期は大いに繁栄したんですけども、それは長く続かないですからね、現在の暖かいのも同じですが、2万年ぐらい続いたらどん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 寒くなって、アフリカの方に追いやられて、ついにその寒さに耐えかねて、今から4万年前、この図ですと赤い線を引いた、矢印を置いたんですが、大体そこら辺でですね、現代人類に変わるんですね。やっぱり現代人類はネアンデルタ人類からさらに頭脳が優れておりましたから、寒さに耐え、いろんな方法で生き延びて、アフリカに生き延びたと。こういうことになりますね。そして現代人類はひっそりとアフリカの片隅で生きてたんですが、今から2万年ぐらい前に、1万5千年前ぐらいですかね、ガーンと暖かくなります。これをヤンガードライアスって言うんですけども、それで神話としてはアダムとイブの物語とか、ノアの箱舟とか、そういった洪水伝説が世界各国にあるわけですが、もちろん暖かくなりますから雨も降るようになり、氷も溶け、川も流れ、鳥がさえずりとこうなりますからね。アダムとイブの物語が生じます。それから暖かくなって雨が増えますから、今でいう異常気象ですね。異常気象、今異常気象なんつって騒いでますけども、ノアの箱舟と一緒ですね。雨が降って、今まで洪水がなかったのに洪水が出てくるということで、洪水をどう避けるかということで、箱舟伝説、洪水伝説が世界各国に出てくるわけであります。そして文明ができ、現在に至ると。こういうふうになっているわけですね。我々人間っていうのは人間だけから見ますと、いろんなことがあるんですが、そしてまたそれがどういう理屈でそうなってるのかということがなかなか理解できないという点がありますが、人間は二足歩行をし、重たい頭脳を背骨で支え、両手が使えると、それによって頭が発達して心が芽生え、お葬式もやるようになりと、少しずつそう、ネアンデルタール人でお葬式をやるようになり、そして現代人類が生まれてきた。しかもそれは12、3万年ごとに訪れた現在のような温暖期と、それから地球の多くがですね、氷河に囲まれる時代を経ながらやってきたわけですね。現代は3万年ぐらいの周期のうち2万年が暖かくて、あとの11万年が寒いもんですから、本当に人間が活動できる期間は、2万年ぐらい、1万5千年から2万年ぐらいということで、私はあと3千年ぐらい経ちますとものすごく寒くなるんですが、もしも現代人類がですね、初めて CO2 を、よく私言ってるんですが、CO2 を石炭とか石油をどんどん炊いて、空気中に CO2 を出してくれれば、2万年しか生活できない、あとの11万年は氷の中に閉じ込められているという、人間の悲しいサイクルもですね、現代の人類で止まって、割合と温暖な地球に戻せるんではないかと思ったりしてるわけですね。人間のルーツ、ちょっと飛びましたけども、現代人類が生まれてきた時はどういう状態だったかということを整理をいたしました。